こんにちは、ブルーホースです。本日もディトロイトやってまいりましょう。今回はどっから始まるのかな。カーラパートだね。あ、遊園地で一晩泊まってたけど、どうやら無事に遊園地抜け出すことができたのかな。ルーサーは相変わらずの中立だね。前回ね、そのなんかいっぱい出てきたやん、あのあれなんだっけ、助けを求める、庭を調べる、調べられるところはまず先にやっときたいけど、そうそう、なんかさ、遊園地で従事してるアンドロイドたちがいっぱい出てきたけど、 やつら敵かなと思ったら、その後一切触れずにここまで来たね。助けを求めるだけでいいのかな。じゃああの人に喋りかけましょう。 Excuse me、I'm looking for Rose. こちらにローズさんは、私だが。What do you want with her? 何の用だ。I need to talk to her. 話がしたい。She doesn't want to talk. ローズ? Go away. 何だったっけ。寂しい。Please, I really need to see her. もう会ってるだろうって。I'm Rose. ああ、ローズ出てきた。What can I do for you? こっちは。I was told you could help us. 助けてくれると聞いて。Help you? ローズって、どこで出てきたっけ。てかこれあれだね、 LED がないとあのパッと見で人かロボット、アンドロイドかかって全然わからない。It's better if we talk inside. ああ優しい。でもこれまたズラトコみたいに騙されるパターンはない。それともあの逆らい続けると今の斧でぶった切られるみたいな怖い余地はないよね。じゃあ自分で歩こう。You think we can trust? 信用して平気か。庭を知らずローズの後を家に入る。いや信用しようよ。You don't have a choice. するしかない。もう他に逃げ道はないんだ。でもな、そりゃそうだよな。だってさ、ルーサにとってはズラトコみたいな過去があるわけだからな。で、これウォーキングデッドとかだったら美味しくいただかれちゃうわけですよ。アンドロイド美味しくいただかれないけど、いただけないけどさ、すごいよね。この子は人間じゃないかって。She's running a fever. あれ？いつの間に？ We've spent the last few nights outside. ああれから数日経ってるっていうあれだったのか。なるほど。え、じゃあローズの情報ってどこで手に入れたんだ。あれ、ローズ、あれ、ごめんなさい、僕が何日間かやってなかったからかな。ローズの話があったかどうかっていうのは全然覚えてないんだけど、あったっけ。なかったらまあそれはわからんわなっていう話で、じゃあちょっとアダムと一緒についていく前に、あ、読めないか。さすがに無理か。右と左でチェンジチェンジ、マジカルチェンジ。じゃあ2階に行きましょう。てか他、あ、助けを求めるのは OK。何ていうか、長い銅の、銅の長いダックスフントの絵やな。はい。じゃあごめんね。ありがとう、アダム。お邪魔するよ。おー、なんか久々に人のぬくもりを感じるところに来れたね、カーラね。で OK。そう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 。で、ここはなんか調べるものとかは特になさげかな。まあ、ここで変な動きをしたらね、あれだね。じゃあ、靴を脱がして。じゃカーラ、かわいいよね。アンドロイドだけどさ。まあ、実物の人がね、めちゃめちゃ美人さんですからね。この服も何日もあれだね。着たままだから。ちょっと洗濯して、綺麗な服にして、あげたいところだけどね。あとシャワーも浴びれてないだろうからね。どっかかけるところは、まあ、寝かせましょう。はい。じゃあ、おやすみ。あ、いつの間にルーサー来たの？びっくりした。本当に？いや、国境を越えるのは頑張るけど、あのね、そう。まずは、ゆっくり休んで、だって、アンドロイドは大丈夫だから。それよりも、人間は、まあ、やっぱりね、ちょっとね、そう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 、俺が言いたいこと言ってくれた。それじゃ難しいんだよ、人間って。あのね、人間って論理的じゃない人たちの方がね、多いから、正直に言うと、私には分からないんだよね。人間じゃないからさ。だって人間って、もう本当に感情的な人たちばっかりだから、一見論理的になってても、be back on your feet in no time.
もうヒートアップした瞬間に論理が破綻すること言いまくる人たちがいるからね、まあ、それで炎上してる人とかもいるくらいだから。わあ、優しい、めちゃくちゃ優しい。じゃあまずはご飯食べよう。そう、ご飯を食べないと、うん、戦えなくなるからね、病気とも。おお、えらい子、えらい子。なんで食べさせてあげないの？ Get some sleep. ゆっくり休んだ。明日。ルーサーより元気だったら強そうだな。ああ、もうぜひぜひ行ってあげてほしい。なんかできることは今のところは特にないかな。はい。ルーサーいたら心強いし頼もしいボディーガードだよね。じゃあパスタ食べといてね。うん、食べる前に寝ちゃったけど今大丈夫かな。他になんか調べられるところはないかな。今調べたらまずいかな。こっちも特にないよね。よし、じゃあ降りようか。何の絵だろう。どうやって描けたんだろうね。手伸ばして釘刺してあったところにチュロッとかけたとか、そういうあれかな。なんかすごいおしゃれな服着てるね。クリスマス、でもクリスマスの時期に早くない？だってまだ11月の上旬じゃなかったっけ。ゆうせくんの8日とかそんなだったよね。調べられるところは特に他ないというところですね。てか来たばっかりの人がさ、このアドルがさ、こんなうろうろしてたらあれだよね。カール、This is my son, Adam. この子はやっぱり息子だったね。I'm Rose, but you know that already. Yes. Come and have a seat, Kara. ありがとう。座ります。これ座らずに立ったままっていうオチもできるのかな。座れよって怒られないかな。So are you gonna tell me what the game is doing with a little girl? 真実を話そう。もう周りくどいの嫌いなんで。Her father was beating her. When I saw what was happening.Something snapped inside of me. All of a sudden, I felt like her life was more important than mine. だからやっぱり人間が問題を起こすから変異体になるんだよね。ということは人間が問題さえ起こさなかったら、アンドロイドだってソフトウェアの異常をね。Why are you helping us? 普通はアンドロイド嫌う。Most humans hate androids. そうだよね、そうだよね。My people were often made to feel their lives were worthless.Some survived, but only because they found out that they could help them along the way.その気持ちはわかるな。じゃあローズ自身ちょっと聞いてみたいね。My husband passed away 2 years ago. で、一人息子が助けてくれてるっていう感じか。Adam and I, we've just been trying to scrape by. We grow vegetables to sell at the market. いいね。We'll never be rich, but there's always food on the table. そうなんだよね。やっぱ自分たちでね、こう自給自足できるのが、じゃあ範囲帯どのくらい助けた？ We're not the first ones to come here.すかな、すかね。These past few weeks, we've seen more and more. でも、だからその関係があるから、something's happening. アダムはちょっと警戒しているわけか。なるほど。Cross the border. ちょっと顔が曇ったね。それはできない話だわさ、みたいな感じかな。なるほど。なるほど。でも、そうか、川、凍ってなかったら泳ぐのが、そっか。It's probably safer for you to stay here until things settle down. だよね。いやでも選択じゃないか。I have no choice. Alice needs to feel safe. そうだよな。あの子のことを考えると行動は早く手を打った方がいいんだよ。っていうのもアンドロイドと一緒にいると危険な目に遭うけど、じゃあかといって父親の元に戻すかっていうと難しいところがあるな。助けてください。Rose, come quickly. どうした。なんかこのアジア系の顔の人多いよね、なんか。まあでも、ちょっと自分が手伝えることがあったら手伝おう。状況確かめる。どうした？どうの、なんかこれ、ダックスフォンド、なんか、まだ人いたんだ、他にも。メアリーが。まさか。この人たちあれ？アンドロイド？もしかして。こっちから見たらわかるよね。わからない。We escaped together. 一瞬逃げてきた。We used to talk about what we would do once we got across the border. やばい、この子もこいつもシャットダウン。I loved her more than anything. 可能性がある。赤、これ赤、緑、黄色ってどういう
あれなのかな、バッテリーってわけじゃないし、異常が、あ、出た、RA。RA9。突然シャットダウン、傷を負ってたとか、そういうあれじゃないのかな。じゃあ、お別れのキスをしてあげよう。Let's let them be. すごいなぁ、RA9、なんとかウェイって書いてあるけどな。おはよう、ご飯は食べた。What are you doing? You should be resting. ご飯は食べた。I wasn't sleepy. なるほど。眠くなくても寝なきゃいけないんだよね。じゃあ待とう。ちょっとアリスもせめてズボン履いてこよう。セクシーすぎるよ。で、これ大丈夫かな、この子が人間ってバレたら、このアドレス暴走しないかな。シャットダウンってアンドロイドって自らできるの？ここまで来てちょっと分かってないくてあれなんだけど、どうなんだろうね。She didn't want to stay in her room any longer. なるほどね。相変わらずごっついな。Yes. ちょっと国境を渡るのが難しくなってる。まあ、こんな真冬でこんな格好でもブラ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 できるようなくらい今部屋の中が暖かいんだろうな。ここはいける？あ、いけないね。じゃあちょっとローズと喋ってみたいけど、ローズ。We can't hide it. Not after what those DVDs did today. あ、これあれか。あの声明があった日の午後というか夕方くらいになってるのか。Do you know what happened if the police find them here? そうだよね。一気に。We'll go to prison, Mom. だよね。そうなるよね。Do you understand me?Prison! Adam! We've already talked about this. No! I won't back down this time. やっぱり、アダム、まあ、それは、ね、人間の目線で見たときに。They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They... 目の前で、目の前で言われたアンドロイドかな。If Dad was still here. I will not stand for that kind of talk. I'm not going to prison because you want to help these freaks. That is enough, Adam!これやばいな。てか一番はそのアンドロイド、ちょっとここは難しいね。アンドロイドが原因でね、親子仲がっていうのが一番良くなかったりするから、ローズに会うってローズに会ったんじゃないか。あれ、アダムはどこ行った？アダムは登ってくね。アダムと喋る方がいいのかな。でもローズに会うって書いてあったからローズに会うしないで。まあそうだね、気にしたところでこっち側が何かできるどうこうって話じゃないもんね。まあそうだよね。いや、それはわかる。それはわかる。あの、異常事態になって正常でいられる人間なんてそうそういないからね。あ、早速ですか。いや、ありがたい。You stay here. I won't be long. わかった。で、こっからどうするかだよね。状況を確かめるローズについて、とりあえずテレビつけてみようか。あ、なんだ。はいはいはい。テレビをつける。勝手にまあつけて、電気代あれだったらあれだけどね。アンドロイドがデトロイト市内にあるストラトフォードタワーの放送局の要求としか言いようのないビデオ声明を録画し、放送するという事件が発生しました。果たしてこの襲撃は動作不良によって引き寄せられた、あるいは何らかの組織の仕業なのか。今のところサイバーライフはコメントを拒否していますが、情報が入り次第改めてお伝えします。まあ、そういう意味でいくと、まあ、人間が引き起こした事件であることは間違いないよね。アリスの様子を見る。他なんかあれだね、調べ、あ、階段、アダム、アダムは何もできない。じゃあちょっと見てみようか。あ、見るだけ。本当に見るだけだった。何かできるわけでもなくだね。じゃあ、ローズを待ちましょう。あ、でもこれ、ローズが帰ってくる前にいろいろやってこなくちゃいけないからね。調べ、これはお父さんかな？アダムの中、うわー、すげえいい顔。あ、こんなにアンドロイドといたくなくても、部屋にこもるわけじゃないんだ。
からさまな態度、そりゃそうなるわな。告白しましょう。好きなんです。あ、そう、そういう告白じゃなかった。でもアリスに出会ってから。I know I can feel 感情が芽生えたの。I care for her. 大切に思って、I fear for 心配した。I can't be happy あの子を幸せにしたい。It's probably うまく説明できない。I know she changed me somehow. あの子が私を変えたのよ。まあ、それを聞いたとて、やっぱり、なんて言うんだろうな。難しい。あ、やばい、なんか、警察とか来たんじゃないか。The police! やばい、やばい。It's the police! なんでここに警察が来るわけ。What are we gonna do? どうしたらいい？どうしたらいい？どうしたらいい？ドアを開ける。変異体の痕跡を見つける。とりあえず、They know we're here. 全部バレちまう。Hurry, Luther. Take Alice to hide.2階に行こう。I knew this was gonna happen. Come on, Alice. うん。I knew it. OK, OK. で、なんかできること。ドアを開ける。証拠隠す。あ、そういうことね。そういうことね。で、あと、できること。アンドロイド隠す。OK。で、証拠隠滅。で、あと、できることといえば。落ち着かせよう、落ち着かせよう。あなたが撃たれるあれだ。そうだよね、そうだよね、そうだよね、そうだよね。いや、まずいまずいまずい。それはよろしくない。ここまでやってくれてるのに。うん、もっとももっとも。OK。で、あと、変異体の痕跡を見つけるって言っても、あと1個どこよ？今ドア開けちゃまずいよね。2階、あ、違う、ちょっと待って。あと1箇所どっかない。変異体、てか自分自身じゃん、変異体って。変異体の痕跡を見つける。あと6秒しかない。自分自身じゃん、変異体って。うわぁ、ちょっと、これはでももう、ドアを開けるしかないよね。はい。自ら出るんか。アンドロイドの目撃情報がありましたね。この人だったら騙せそう。All this deviant business going on, you can't be too careful. その気持ちはわかる。Do you mind if I ask you a few questions? あ、もちろんですよ。いや、そこで、変な間出したら、やばくない？ Evening, young man.Good evening. こんばんは。こんばんはっていう時間帯なんだ。そうか、もうじゃあ夕方だな。しまったな。一個残してると、その一個が何なのかが気になるな。Would you like a cup of coffee? I'd love one. ああ、はいはい。Have you noticed anything unusual recently? Any unexpected visitors? コーヒーを入れる。ちょっと待って、コーヒーを入れる以外。変異体の証拠ってあと一個どこよ？ No, nothing in particular. あったあった、これだこれだこれだ。Anyone else in the house? 誰もいないよ。No, just us. 二人だけです。Do you have any androids here? お宅にアンドロイドいますか？いや、いないよ。いないよ。あ、じじじ。あ、そうだね。よいしょ。でっか！ 2 リットルくらい入ってんじゃない？てかマグカップもでかっ！寿司ちょっと冷めてそう。めっちゃ見られてる。あ、よかった。バレてなさげ。めっちゃ見られるけどな。どうしたどうした。この中を見てもとか。いいから、早くコーヒー飲めよ。どうぞどうぞ。Thanks. どうも。あ、ちょっと立ったまま行儀が悪いので、座って飲んでもらっていいですか。うん、これはまるでキリマンジャロですな。疑惑レベル10。おお、いいね。そのまま下がった状態で。なんでしょう、なんでしょう。あ、そんな白々見ないで、体が可愛いからって。背中、ケツを向けない。ケツを向けない、ケツを。
そうか、ここにあった、あ、で、もしもうバレてたとしたら、その、あの、逃げてたその掃除用ロボットですよ、みたいな。あ、やばい、上になんかいるってバレた。I thought there was no one else in the house. I forgot there's there's my daughter upstairs. 誰もいない。あ、やばい。やばいやばいやばい。おー、よかったよかったよかった。うわー、なんかドキドキするね。大丈夫かな。ここでローズが帰ってきたりとかしてばったり会ったらどうなるんだろうね。What's your name, son?Adam. Adam. My name is Adam. 身分証明書は right, Adam? いやいやいや、別に何もない。Androids. Android か。He... 彼。He's just shaking up about this deviant business. Do you know anything about deviants? そこは夫婦なのかいとか聞かないのかな。身分証とまず、あとここの住所と、それから電話番号とか、そういうのを全部聞くあれなんじゃないかな。僕一回警察に家で尋問されたことがあるんですけど、泥棒と間違われて電話番号と住所とお母さんの名前を全部言ってくださいって言われて全部言わされましたけどね。トータルで警察官、 Is somebody else in the house? 警察は8人に囲まれましたけどね、洗濯機です。 It's nothing, the washing machine. It's an old model, it makes a terrible racket. だって4台も Sorry for the inconvenience. Good evening, man.はい、じゃあねー、おやすみなさい。犬とかだったらね、そこに飾ってある絵があるでしょ、犬がいるのって。あー、いやいやいや、ちょっと待って、まだ、あー、降りてくんな、まだ早いよ。本当に帰ったかどうかわかんない。アリスの信頼は爆上がりしてくな、ルーサーとも親密になったな。ローズ、あ、ローズ、そっから帰ってきた。お帰りなさい。どうかしたの？あ、準備できた。出発する準備。オッケー。We leave tonight. 今夜出ましょう。二人、ローズ自身も、これまで何人かの、何体かの、あれを、あれかな？あればっかりで。あ、警察官を立ち去らせない、うまく騙せないパターンもあるってことやな。なるほど。警官アダムに質問する。だからこれ隠せてなかったらいろいろとなんかこう出てきてたわけだね。そうだよな。2階以外にも隠れるところがあったんだな。あ、家の中全然探索できてないね。何が言いたかったかっていうと、ローズが、その、ローズ自身も夜行列車って列車じゃねえし、ローズ自身も、なんかその、何体かこれまで、アンドロイドを、の国境越えを手伝ったことがあるから今夜出発しましたって一緒に行ってるのかな。うん。まあというところで、まあいい感じで終わることができましたんで、また次回のパートでもお会いできたら嬉しいです。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。